下野号駅は長野県上田市下野号にある上田電鉄別所線の駅である。駅番号は BE09。現在の駅から少し南、留置線部分に設置されていた。上田温泉電気軌道、与田久保線として開業した西マリコ線の下野号駅は上田駅から直接マリコ町を結ぶ路線として計画されていたという事情から 現在の駅の直前付近に、西丸湖線ホームへつながるポイントが設けられており、上田駅から西丸湖駅へ行く場合はポイントを介して、西丸湖線ホームへ入る構造であったという。しかし上田リコ電鉄となって、以降は、上田駅から西丸湖線を介して、リコ町を結ぶ便が運行されなくなり、もっぱら、上田原駅にあった電車区への改装に使われるのみだった。 西丸湖線の電車は別所線同様上田原電車区所属であった。西丸湖線廃止後は物置として使用されていたものの、無人駅時代から上田交通時代の間は荒れ放題だった。現在は改装され、上田電鉄直営の鉄道資料館として使用されているが、イベントが開かれている時期のみの営業である。島式一面二線のホームを持つ地上駅であり、 駅前のロータリー以上の広場より、構内踏切を通って入港する。ホーム上には、トイレはなく、西マリ湖線の旧駅構造物横に設置されているが、深夜から早朝にかけては施錠されて利用できない。別所線の中間駅では、唯一の駅員配置駅であり、駅員は、出殺窓口にて、切符等の販売を行うほか、ホーム出入り口にて、 校舎客からの運賃収受を行う。自動券売機設置駅。当駅構内が上田電鉄の陶器場の本社所在地となっているほか、車両基地、留置線、変電所があり、当駅を発着の列車が始発、最終を中心に設定されている。上田電鉄唯一の夜間大白設定駅である。ホーム上に上田マリコ電鉄時代からの設備を改修した駅舎があり、 駅事務室と待合室からなる。元はホームから校内踏切を渡った場所に改札口を備えた駅舎があり、ホーム上には屋根と待合室しかなかった。西マリコ線廃止後、別所線についても一時当たり駅での列車交換がなくなり、1970年代には校内踏切を廃止。線路はそのままに島式一面一線とし、 現在の下り方ホームと駅舎の間に渡り板を置いて、下り線路上に通路を作り使用していた。間もなく、無人駅となったが、1980年代に駅員が再配置され、駅舎を解体し、ホーム上の待合室を改装、増築し新しい駅事務室を設けた。また、中円電駅での列車交換、折り返しを廃止して、当駅にて列車交換、 折り返しを行うことになり、ホームを島式一面二線に戻し、構内踏切をさよけして上下線を使用するようになった。行島足島神社の最寄り駅であることから、その後ホーム上の駅舎建物外壁には、同神社旧祭館、法音伝の朱塗りの柱と漆喰の壁を模した装飾塗装が施され、現在の外観となった。2000年代にホームをかさ上げしている。 旧駅舎があった場所は舗装され駐車スペース、駐輪場となっている。かつて二路線の分岐駅であったため駅構内は広く取られており、資材なども置かれている。西丸湖線廃止後、一旦は無人駅となっていたが、西丸湖線を引き継いだバスの起点となっていたことや、当駅にて列車交換、折り返しを行うことになった事情などにより再び、 駅員が配置されたという珍しい経歴を持つ。その関係で現在は別会社になった上田バスの回数券などの取り扱いを行っている。上田原駅構内から車両基地が当駅構内に移転した後は駅員の他車両整備担当社員等も常駐している。かつては上田駅構内にも車両基地、留置線があったが1997年の 北陸新幹線長野線交換業に伴う、上田駅改築、別所線交架化工事の際、当駅構内に統合され、以後別所線唯一の車両基地となっている。なお、現在配置されている駅員は、切符販売等の窓口業務と降車時の運賃収受を行い、乗車時の改札は行っていない。そもそも現在の駅舎は、改札を行う前提の構造として設計されて、おらず、 改札口はない。駅員が配置されているにもかかわらず、乗車駅証明のための整理券発行機がホームで入り口に設置されており、駅員のいる無人駅といった扱いであると言える。2020年1月現在、終日駅員は配置されているが、窓口営業時間は7時30分から20時までであり、それ以外の時間は、駅員は、 降車時の終札と列車の出発合図などに専念する。また、途中9時15分から9時30分まで入れ替え作業を行うための休止時間が設けられている。当駅から別所温泉方向には交換施設がないため、当駅から先は一列車のみ入れる。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。ありがとうございます。